どうも、アキです。ミンゴルやっていきましょう。今回はこちらのバーサスモードをやっていきたいなと思います。こちらのモードは世界中の強豪たちとマッチプレイ形式で対戦して、その対戦に勝てば確かそのキャラクターが使えるようになった記憶があるので、まあ今回ね、こちらのモードをやってキャラクターを増やしていきたいなと思います。で、今回対戦するのはこちらのプリンちゃんですね。はい、このプリンちゃんはインパクトをミスることがないので、まあみんなのクラブっていうね、インパクトをやらないクラブを使っているので、まあこのゴンゾーっていう下のキャラクターよりは手強いんじゃないかなと思います。はい、では前回の動画はあそこ行ったから、じゃあ今回ここ行こう。ここ、ノーザンフォックスの夏で行きましょう。で、あやちゃんを確か前は使いましたよね。じゃあ、ななこさん使いましょうか。よし、OK、行こう。はい、本当はね、アプリとミンゴル最新作、8月31日にプレステ4で出る最新作が出るまでの、つなぎとしてこのね、実況をやっていこうかなと思っていたんですが、いや、久々にやってみたらめちゃめちゃまた、熱い熱がね、はい、出てきまして、まあ、どんどんね、動画も出していきたいなと思っております。結構視聴者の皆さんにも楽しんでいただけてるみたいで、嬉しいです。はい。というわけでね、今後もミンゴル楽しみですっていう方は、ぜひともチャンネル登録と、高評価を押していっていただければ嬉しいです。行きましょう。結構風が強いな。キーホールだからこの炎はバンバン使っていこう。で、今回はですね、結構、前々回かな?はい。久々にその十何年ぶりにミンゴルやってみた動画で、いろいろとアドバイスのコメントというか、僕が忘れていたね、技に関してのコメントをいただいていたので、そこもちょっと、いろいろと使いつつ、やっていければいいなと思います。はい。このインパクト結構難しいんですよね。この間、昔のプレイ集見てみましたが、あれでも普通に結構ミスってたからな。これほんと上手い人でも、6割とか7割ぐらいしか安定しないみたいですね。まあ、ほんと上手い人はもっとあれかもしれないけど。結構コメントでもらったのに上手かったけど6、7割だったみたいな。なんかどっかで見れるらしいですね、そういうのが。はい。プリンちゃん全然飛ぶじゃん。ちょっと距離がね、このクラブでは出ないんですが。まあ、これまだノーマルなんで、そんなに強くないと思いますって言おうと思ったら、やばい、これベストじゃない、距離的には。どうだ?ああ、ちょっと大きいか。案外手強そうだな。頑張らないと。まあ僕もね、言っても、超久々に始めた人なんで、俺はちょっと油断はならないな。これくらいにしとこう。短めでいこう。これでもしマックス打っちゃったら、奥の池に入る可能性がありますね。あれですね、このコースは前やったところよりはかなり難しそうだな。これでいこうか。ああ、けど、ちょっと右肩下がりだな。じゃあこれくらい。いや、5メートルってけど結構、大きいぞ、風。あ、ちっちゃい。あ、そうだ。これけど、瞬時に考えないといけないな。でも、9ヤード下りだからどうだ。大きかったら池が見えたんで。あ、いい、ちょうどいいじゃん。うわ、惜しい。え、てか、危ないか。危なかった、これ。来ましたね、思いっきり打ってたら池に入ってたかもしんないしね。意外とその風と下りで、ちっちゃくて大丈夫だった。危な、今、前回教えていただいた、うまいな、プリンちゃん。前回教えていただいたですね、打つ瞬間に確か三角でちょっと増やせる、で、×でちょっと減らせるっていうのを教えていただいたんで、それやろうかと思ったんですが、瞬時に頭の中で考えてインパクトまで合わせるのめっちゃ難しいな。いいね。そう簡単なゲームじゃないんだよ。いいね、面白いですね、そこが。これは入れたいな。もうちょっと読んだ方が良かったのかな。いや、ちょうどでしょ。 OK! バーディー。ただ、向こうも絶対パワーは取ってきてたんで、これ今2打目が結構いい形になったんで、ああ、よかったですが、これ1打ミスったらあれだな、勝てないな。オッケー、いいね。おー!いわゆる右ドッグレッグっていうやつじゃないですか。これね、強いキャラクターというか距離が出るキャラクターになってくると、僕はいつもここ狙ってましたね、このホールは。ただ、このななこさんでは無理だと思うんで、確かここで勝ったら、仲間になるんですよね。確かでもハードかな?ノーマルじゃ仲間になんないのかな?まあいいや、また増やしていければいいなと思います。行きましょう。ああ、こういうことね。こういうことね。はい。今、ちょっと少ないと思ったんで三角押してみたんですが、やっぱりこう、ボタンをこう変えると、その分いつもより一個作業が増えるんで、かなり遅れましたね。難しいぞ、これ。いや、でも本当助かりました。ありがとうございます。これ教えてくれた人。
やばい、このプリンちゃんはね、堅実なゴルフやってきますからね。なるほどね。三角で増やして×で減らす。まあ慣れていこう。でも、これを知ってるか知ってないか大きいでしょう、かなり。2番アイアンにしたら結構、ピンクのゾーンは広くなるなーとか思うけど、まあ4番でいくか。これあ、結構むずいわ、これ。三角にこう持ち替えたらめっちゃ感覚が遅くなる、自分の中で。これ慣れよう、今回の動画で。でもフェアウェイでしょ、今の。オッケーオッケー。まあ本当に、あの赤で止まっていればね。おええー、マジ？プリンちゃん攻めるね。当たらないそれ。あ、ちょっと下打って負けたのかな。うわ、プリンちゃんやばい。このホール負ける可能性ある。プリンちゃんやばい。この子上手いぞ、結構。この子結構上手いな、さては。サンドで。よし、これじゃあ、また教えてもらったやつやりましょう。距離決めるときに上。で、インパクト時に下で結構強烈なスピンがかかるみたいなんですよね。でも確かそれも強いキャラクターじゃないと炎が出るほどのスピンはかからなかったのかな。ちょっとそこは覚えてないんですが、僕が以前やっていた、そのずっと下を押すっていうやり方よりも、まあ、ずっと下を押すっていうやり方だとどちらかというとなんかフライ気味になるみたいなね。いや、それは違うな。ちょっとバックスピンかかるんですけど、まあ、それよりも強くバックスピンがかかると、まあ、言った形ですね。やってみよう。ちょ、インパクト合わせるの大変だな、でもこれ。お、うまい！どうだ？ベストじゃない？これ。100当たった。どう？よし、入っちゃえ！やーだー！おきたー！おー！おー、いいいいいい。ちょうどバックスピンかけて。ちょうどよかった。いいですね、今のショット。っていうね。これで入ったら超かっこいいですよね。入るな！ゴルフはね、紳士のスポーツなんですが、ちょっとまあ今回はね、幼稚園児とはいえどもちょっと本気でやっていきます。相手は幼稚園児ですが、大人げなくやっていきましょう。じゃないと負けるんで。もう全然読み方忘れてるんだよな、前回思ったんだけど。これ読みすぎだったな、ちょっと。怖いっすね。ここはおそらく引き分けでしょう。さすがに外さないな、これは。プリンちゃん、固くパー取ってくるな。でも今のもバーディーありえたな。オッケー。でもまあまあまあ、これアプローチが良かったっすね。あとこれ、ほんと三角×を押した時にこの、インパクトを狂わないことだな。今回そこの練習をしよう。よし、これは曲げよう、じゃあ、右に。今度また右に曲げるのも、僕はずっと十字キーを右に押していたんですが、まあそれでも右に曲がるんですけど、左から右に押してあげるとより曲がるみたいなんで、それをやってみましょうか。こうからの、こう、お、オッケー。これめっちゃ右に曲がるよ。ほら、おー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 、すげえ、すげえ。あ、このショット持ってれば、すごいぞ。すごい角度からも狙っていけそうですね。ボールのすごいとこ打ってますね。これ現実世界でもこれくらい曲げられるようになれば意図的に。かっこいいけどな。行きましょう。プリンちゃんもやってくるかな？曲げてるかな？ボールどこ当たったか見ればわかります。これは、むしろちょっとボールの上目を打って、超えるだろうと踏んで、走らせたのかな、ボールを。もうプリンちゃん結構手強いぞ。ゴンゾーさっきやってみたら弱すぎて取り直したんですよね。だからこれ面白くないと思って、ゴンゾー弱すぎたんで。途中でやめたんですよね。プリンちゃんの方がゴンゾーより手強いわ。あのおっさんより。おい！お！プリンちゃん OB あるぞ！ OB あるぞ！あぁ。プンプンだ。かわいいな。この子かわいいな、すごい。すげえかわいいな、この子。ちょっとの差だったのにかわいそうに。お、これ。え、どういうこと？あー、そういうことか。じゃあこれはちょっとフライ気味に打ってあの木に当たらないようにした方がいいかなとか思ってこうしよう。まあ、これもね、三角押せばちょっと伸びるんだけど、ちょっと練習しときますわ。これくらい、まあだいたい今の距離は足りてるんで、これくらいだったら使わずに行こう。インパクトがね、なかなか普通にこうやってやっても最初は合わなかったんですけど、まあそこはね、ちょっと練習してきたんですけど。三角とか押したらむずいな、結構。え？アプローチの神かよ。で、これがですね、本当に強いキャラクターのハードとかになってくると、めちゃめちゃ面白い試合になってくるんですよね。それもまた見せたいですね。もう自分じゃ勝てないんで、なんかチケットを使うようになるんですけど、そのうち。
よし、バックスピンかけるか。もうちょい読んだ方がいいかな。いやー、でもここは下ってるけど、向こうはそんなにあれしないっすな。向こうはそんなにフックもしないんだよな。これくらいでいい気がするな。あー、でかい。59から100っていうのは分かんないんだよな。79でちょっとバックスピン組に打った。 OK。 ラフからだとスピンかかんなかったのかな。ナイスタッチ。これ上りですね。あ、そうか、バーディーパットか。そうか、ここパー5か。いやー、これくらいはいっていいよ。18センチってどれくらいだ。こんなもんか。ちょ、あー、ちょうどちょうどいいね。大きさも曲がり具合もちょうどだった。オッケー。このホール結構良かったですね。はい。よーし、なんか、いや、皆さんありがとうございます。あの、曲げるやつとスピンが両方見せられましたね、今回の動画では。さあ、こういうとこだよな。こういうとここそバックスピンですよね。なぜなら、これまぁ 9.8 ヤード下っていて、風もフォローなんですけど、手前に池とバンカーがあるっていう、かなりね、めんどくさいコースですよね、正直。これ現実世界であったらもう僕、泣きます、こんなコースあったら。これ結構難しいですね、本当に。なんで、これこそ、小さめに打ったら結構終わりが見えるんで、だったら、まあ大きく打って、バックスピンをかけるっていうね。9.8 ヤードの下り&フォローっていうのを考えると、マックス打つとさすがに大きすぎる。マックスだと大きすぎるんで、そうですね。で、ちょっと風がこういう感じだな。マックスだと大きすぎるよと。オッケーオッケー。ハクハク。バチで減らす。オッケー。お、全部使った今の。教えてもらったの。バックスピンもかけたし、大きかったからバチで減らした。さあ、どうだ、これ来るんじゃないか。そっから、あ、戻って。ちょっと大きいか、まだ。フォローが何メートルかが分かんなかったんだよな。ただよかったよかった。まあ、バンカーとか池に入れるぐらいなら、あ、おいせっかくこっちが教えてあげたのに、その情報を。これ池あるぞ、プリンちゃん。なんか幼稚園児かわいそうだ。おー、いいっすね。ただバツで減らした。今のはなんで、もっと単純に 9.8 が結構下ってますね。そうだな、 9.8 の下りは結構もっと見て。風は2だったか。プリちゃん学ばない子だね。おお、キャディーさんがボール探してくれてる池に入ったの。あ、そうだそうだ。ただこのみんなのクラブはその距離が短くなるだけだったらいいんですけど、そうやってあれ、スピンがだから、この強烈スピンはかけらんないんですよね。インパクトが決められないから、そういうデメリットも確かありましたね。はい、これも、じゃあ強烈スピン、あー違うな。こういうところは、もう距離が読めるんで、強烈スピンとかの出番ではなく、ちょっと大きめに打つのが、打ちそうで怖いと思ったら、下だけ押しとけばいいんですよね。そういう使い分けか、強烈スピンとあれは。あー、なんで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 。なんで動揺したんだ、今。まずまずですね。これ難しいな。自分がこれだったらどうやって打つだろう。読みすぎなのかな、これ。お、ぴったり。うまっ。うまっ。でもそうなんですよ、ゴルフは OB とか池に入れなければ素直に進んでいくスポーツなんでね。悪いな、プリンちゃん。パー。よーし、悪いな、プリンちゃん。この試合勝たせていただきますよ。これ取ったら勝ちか。そうだよね、リーチだよね。よし、 OK。さあ、ラストしっかり行こうぜ。これ結構風が吹いてるな、怖いな。よし、三角うまく使えた。よし、これもちょっとずつ良くなってきたぞ。もうちょっと風を読んだ方が良かったのかなと打ちながら思ったんだけど、大丈夫か。 OK。 左にバンカーがあったんでね、怖かったですね。この子の打ち方可愛いんだよな、足上げる打ち方。よし、行くぞー。お、いいんじゃない。プリンちゃん、ちょっと一つぐらいすごいショット見せてくれよ。これいいんじゃない。おお、7メートルってもはや分かんないよな。どれくらいの風なんだっていう。これまたバックスピンかけた方が良さそうだな。7ってほんと読めないな、久々にやると。7って相当でも吹いてるぞ。
これくらい読んでみるか。で、バックスピンまたかけよう。いや、もうちょっと読もうかな。ああ、わかんない。もうちょっと読んでいい気がする。これくらい読んでみよう。で、バックスピン。9.2 ヤード下り、OK。バチで減らす。ただ、完璧にあったわけじゃないんで、あの炎は出ないかな、これ。でもまあ相当バックスピンはかかってるはずなんで、これで。うおー、ちょうどぐらいだった。あー、ちょっと大きいか。でもこれでインパクトが決まってて、ブーって戻ったら相当いい感じでしたね。入れれば勝ちです。これはきついな、わかんないこれ。ほんとゴルフこそ慣れのスポーツ、このミンゴルこそ慣れのゲームですからね。また慣れていきたいな。もうちょい、あー、わかんない、むずい、わかんないし、わかんないし、こんなもんだと思うな。でもで15センチ下り、あ、上り、これくらい、どうだ、沈め、このパーが、うまい、完璧だった。またまた大きさ、そして読みともに完璧でしたね。今のバーディーか。あ、やった、オッケー。ということで今回は5ホール中4つでバーディーが取れましたね。まあ、前回のコースよりはかなり難しくて、まあ結構風が吹くね、コースだなと思ったんですが、まあ本当良かったのがそのバックスピンとすごい曲げるっていう方法を皆さんに教えていただいて、まあそれがうまく使えたんで、あとは三角×ですね。ちょっと最初手こずりましたが、インパクトがね変にミスっちゃいましたが、まあ途中から慣れてきてうまくそこも使えるようになったんで、オッケー、これで、あ、やっぱプリン使えるようになりますね。よっしゃ、これでまたまたミンゴルが一つ楽しくなりますね。いやー、そしてバックスピン、炎をこう出して、なんかあれピンに当てて、ピンに何回も当てて、なんか最後入るみたいなね、超かっこいいショットもできたりするんで、まあ最終的には本当にそういうショットもねできるようになれればね嬉しいなと思います。ちなみにそうなんですよね、こっちのデータじゃなくて昔やってたデータで結構遊んじゃうんですよね。まあこっちのデータもやりつつ、昔のデータでもどっちでもね動画どんどん撮っていきたいなと思います。ちょっとですね、この VS モードが本当に面白いんで、次回は昔やってたデータでやりたいと思います。はい、昔やってたデータですごい面白い映像が撮れると思うんで、ぜひまた次回ご期待いただければと思います。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。ミンゴロの動画これからも楽しみにしてますという方はね、ぜひともチャンネル登録と高評価を押していってください。また次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。